長野から直通がないんですよ、ね、はいはい、まあ、空港、長野の空港と松本になるんで、はいはい、でも羽田千歳で行ってたんですけど、いや東京ね結局戻るんだったら、はい、いろいろね、ほら、いろんな建造物あるんで、うん、見に行かなきゃなと思って。屋形船、屋形船もそうですね。屋形船は夜だから、あれはしょうがないです。あれ晩飯食うのがたまたま屋形船の上だったっていうだけで。なるほどね。昼間はちゃんとあれですから、国立競技場見に行きました。あ、新しい、そうそうそう、新、そうそうそう、新、新の方ね。あれを気使ってますよね、あれね。僕なんてもう中入れると思って行きままで行ったら中入れないんですよ、あれ。まだまだね、うん、ダメなんですね。外側からこれわーっと見て、あ、木見えるなーって思って。何の役にも立たなかったんでしょう。いや見聞を広げるっていうのがもう大切なことです。そうですけど、なるほどね。百聞は一見にしかずって言うじゃないですか。いくらね、いろんなね木を使ってますよなんてこうね見聞きしたところで、見たことないんでしょうと、うん、もう見てきましたよと、うん、いう話になるわけですよ。まあまあそうです、はい。なんかねこう、もうくるっと一周したんですけど、うん、なんかこうスタジアムがこうなんてシャッターが降りててちょっと見れるところがあって、バーって見てきて、あ、ラグビーとかここでやったのかなみたいなね、うんうん、ワンチームみたいなねワンチームそれだけ見てきました。ちょこちょこ入れてくるんだよな、この人。なるほど。綺麗、美しかったですか？まあね、言ったら上の方しか見れないんであれなんですけど、でもやっぱ木はこう見えるところに使ってるっていうのはやっぱりいいことですよね。あ、そうですか。で、あとはその CLT っつって、まあ、直行修正板っていうんですけど、クロスティンバーラミネイティってみたいな、クロスティンバーラミネイティってみたいな、クロスティンバーラミネイティってみたいな。横文字ね、CLT のなんかこうパークみたいなのがあって、はい、よくね意味わかんないですけど、その国立競技場を設計した、隈研吾さんね、が設計したやつを、それも一応見てきましたよ。よく意味わかんなかったけど。よく意味わかんなかったけど。なんかを表現してます。よく意味わかんなかったけど。いや、もうね、なんてそういう一流の、建築家のやってることは意味がわからん、僕みたいな凡人には。何を表現してますって言われても意味がわからん。でもなんか各地域の木を使って。あ、そう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 。各都道府県の木は使ってるみたいですね。北海道も使われてる。北海道も使われてます。杉だったかな。だから道南杉じゃないですかね。うん、で、そのなんかその CLT のやつもオリンピック期間が終わったら岡山県に行きますみたいな。だ意味がわかんないんだけど、その意味もわかんないんだけど、見え順見ていきましょう。多分ね届かないんだと思うんですけど、北海道の人とかね、帯広市のね上の人たちに言いたい。もっと木使ったらいいと。だって、あれですよ、だって東京都とかね、あんだけこうバーンって何百メートルみたいな、100メートル超えるビルが乱立してるところでさえ木でやりましょうよって言ってるのに、こんなね、ペラペラなね、このいや立体的じゃないじゃないですかね。都心に比べたら低いでしょ、ギュッとしてペラペラでしょ。そんなね、こんなところでね木を使わねえっていうのがもう間違ってる。上に行かなくてもさ、こう横に行って木で作ればいいじゃんと思う。君十勝の観光大使になりたいのにすごい文句言うよね。だからもう今間違ってる、文句言うよね。そう、だからもう、だから足尾とかもね、本当にね、すごいなと思う、うん、あれだってね、町長さんの鶴の一声だとかっていう話が聞こえてくるんで、まあまあね、言えよ。ここは使えんぞ。はっきり言うけど、ここはもうあれだからね、カットか B だからね、もう今全然使えんからね。言い方変えます。遅いな、もうな。
まあまあまあね、これ届いてくれたら、まあ、これこれでね、うん、だって新国立競技場に木を使って帯広市新総合体育館、はいはい、あれ多分いらないです。いやでもね、ほんと木でできることはね、木でやった方がいいよ。だって、うん、だって何でしたっけ帯広市って、うん、ほんと何のモデルとしたっけ、なんとかあれ、ね、なんとか宣言してるんでしょ。そうそう、それはだから余計だって余計でしょ、それ。あなたほんと言葉すぎるのは何だか知らんけど、ほんとダメだわ。だってさ、いやもうね、ほんとね、だってあ、もうなんだろうね、逆行してる時代に、ね、どっちが帯広とか、ね、うん、北海道なんてさ、うん、6割森林とかでしょ、ほとんど山なんだからさ、木使えよと、うん、使わないからさ、うん、林業の人たちがさ、もう、いやね、まあちょっとあの話をこうグッとグッとこう戻すんですけど、なぜ今日回したかというと、その SNS のうんぬんかんぬんがあったんですが、インフルエンザがあり出張がありということで、うん、まあ伸びてしまって、うん、じゃあどうするという話をしたんですよ。そうすると、うん、いろんなこう企画案が社からも出てくるわけですわ、うん、これやりましょうとかあれをやりましょうと、だったらしばらくこれ空いちゃったから、うん、じゃあこれをねと、うん、企画をちょっとこのまま通っちゃおうじゃないかと、今日はと。